はい、次はですね、えー、実際にじゃあその抑え込み寝技のランドリー練習とか、えー、そういうのもこれから行っていくと思うんですけど当然その相手はあの仰向けになったら抑え込みになるだから仰向けにならないようにするにはどうすればいいかっていうとうつ伏せになりますまず仰向けとうつ伏せの格好はい仰向けっていうのは当然相手を上向いて仰向けってこの状態ですよねはいうつ伏せこれうつ伏せになってるとこれ抑え込みにならないそれから柔道ではもう一つ防御の姿勢で亀っていうのがあります 四つん這いの格好こういうい状態ですねここから相手に攻められないようにってしっかりガードして防ぐんですよねですのでランドリーの中ではこういう格好になって抑え込ませないぞってやる、えー、状態っていうのがありますでそこからひっくり返して相手を抑え込むという技一つシンプルですごく簡単なのを、えー、一つ紹介させていただきたいと思いますじゃあ実際やってみます。ままままず、えー、片片膝膝膝をつつききすすすになりこちらの頭の方の頭方 膝を浮かせるようにしてください。でまず右手はい、両脇の下、相手の両脇の下を通って肘の下を握ります。あ、肘の周辺を握ります。それから左手は顎の下を通るようにして同じように柔道球を握ります。で握ったらですね、えー、そのまま斜め上、こちら相手の体を伸ばすようにしてひっくり返します。はい、伸ばすようにしてひっくり返してで毛さがためで押さえると。 こういう返し方がありますじゃあもう一回やってみますじゃあ今度反対側向こうかでそのままはい。で左手を離さずに毛下がために押さえるとまあこれはなんでこういう押さえ込み方をやるのかというとじゃあ亀になってください要するに押さ、えー、え込みやっぱこの亀になって踏ん張ってる時っていうのは当然膝と肘で踏ん張って帰らないようにするわけですね ですからいくら押したっていくら引っ張ったってこの肘と膝がちゃんと力が入っていれば当然これは踏ん張れるわけですよですのでここでちゃんともう一回そっちから来て手をしっかりすくってやることによってこの手は使えなくなるとそれから膝そしたらまだいいもの手が使えなくなったら今度最後膝で踏ん張りますので相手の体をまず伸ばしてやれば膝を伸ばしてやればもう膝も使えなくなるそこでひっくり返るという原理ですよね。 でその時に勢い余ってパッと手を離してしまうとお前くるってひっくり返って勢いでここで手を離してしまうと逃げられちゃいますよねですので必ず押さえ込む時にはその手を離さないようにしっかり引っ張っておいて毛さが固めとで脇の下で挟むというように練習をさせてみると。 だんだんこれがうまくなってくると今度は力を入れさせて実際に踏ん張らせた状態でやってみたりとかするとですね、えー、非常に効果的であると思います。ははい持って、はい、背を